金三谷のり子市は、丹沢山地西部、神奈川県相模原市緑区と足柄上郡、三北町の境に位置する標高線3 0 0メートル余りの峠である。丹沢主猟重走路中にある峠であり、日の木道丸の約1キロメートル東側に位置する。重走路中で、最も崩壊が進んでいる箇所であり、崩壊地を巻くように、鉄橋砲や木道が架けられている。 乗り越しとは、山岳地帯にあるような小さな峠を指す言葉で、神の川上流部の金山国がこの峠に突き上げていることから金山屋乗り越しと呼ばれる。重走路の他に、峠付近から金山屋西側の稜線をたどって、神の川の広川らへ下る登山道もあるが、痩せ尾根や崩壊地が多く、不明瞭な箇所もあるので、登山熟練者以外の通行は避けた方が良い。 姫継ぎより見た金三谷の利子市と丹沢狩猟の山々、檜堂丸山いただき東側にある青が竹山荘。2003年、山荘の横に公衆トイレが設置された。最寄りの山小屋は、檜堂丸の山頂東側にある青が竹山荘で、あるが、檜堂丸伊勢の山域の山小屋は無人小屋であり、交渉国境根方面へ重層する際は、新具や、 自炊具などの登山装備が必要となる。ありがとうございます。